週間の天気をお伝えします。明日水曜日から木曜日にかけては非常に強い寒気を伴った低気圧が接近します。日本海側を中心に大雪に警戒が必要となっています。また短時間の強い雨や雪、突風、あられなどにも警戒が必要となっており、さらに風が強まり荒れた天気となります。今週末の土曜日から日曜日にかけては本州の南岸を低気圧が通過する影響で広い範囲で雪や雨となる可能性があります。また今週中頃から西日本や東日本を中心に厳しい寒さの日が多くなります。万全な防寒を行ってください。以上、週間の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。